板垣隆行から1885年9月17日は、江戸時代後期の土佐藩士、土佐板垣氏の第9代当主。勤王の志士で、土佐勤王党の党員。通称は、板垣勘之助。土佐藩士、板垣厚平の次男として、高知城下に生まれる。陽名は、宗助。その後、土佐藩士、森田家の養子となり森田宗助と名乗る。 1857年2月18日、ジップ、板垣厚志平が病死するとその後式を、厚志平の着男、板垣健介が継いだ。1859年7月31日、板垣健介が病気となり、役目が務めがたくなると、健介は自死して、病気療養することを考えたが、健介に、息子がいなかったため、実定の森田宗介が、 板垣家に戻って、家督を継ぐこととなった。1859年7月31日、実刑、板垣健介の養子となって、板垣が宗介と名乗り、代金をする。1859年9月25日、養父、板垣健介の家禄二人淵、霧舞五国を無双行下し置かれ、格式もそのまま相続を行付けられた。1859年10月2日、 当分、五作字方役を仰せつけられる。1859年12月29日、五横米を火薬を仰せつけられ、年々後ほ米二国をなし侵された。1860年1月16日、次来の名を、お断りをもって、勘之助と改名する。1860年3月28日、次来の役目を米も仰せつけられる。 1860年4月27日、当分、御山形御生育役を仰せつけられる。1860年5月14日、次来の役目を、当分、御用御免を仰せつけられる。1860年10月7日、山内陽道の御難度下役、御元銀諸作杯並びに、御渦院見改め役、おまかない役を検体を仰せつけられる。1860年11月4日、 次来の近止をもって、江戸表へ差したて、来月15日より後に、裏と通常線を仰せつけられる。1860年11月18日、山内陽道の五代将並びに、大阪表より五陶銀裁量もに、相いかねて、来る11日、出足間の裏通りへ差したてを仰せつけられる。1860年11月22日、この度、 山内陽道の五大賞裁量を仰せつけられ、費用の筋もありにつき、合補銀八十問目を成し置かれた。1861年3月、山内陽道を手元雇用し、大海戦をもって積み立てあい来るとき、祭ありて紛失し怖いり申しで、まかりあり、手厚く取り扱うべくはずのところ、県の次第不拉致の至りによって、土がを受ける。この頃、土金に板加盟し、 国事に奔走する。1862年2月1日、江戸表より帰着。1863年6月17日、次代の役をもって、家族引っ越しただしずめを仰せつけられる。1863年7月11日、当分、小山形家政役を仰せつけられる。1866年3月14日、当分、五作寺方下役家役を仰せつけられた。 1867年7月12日、当分、お凍り方した役火薬を仰せ付けられた。1868年2月21日、価値、4正体付けを仰せ付けられ、3月16日、環状頭り役を仰せ付けられる。1868年6月30日、次代の近止をもって、交代として、京都へ差し立てられ、来る20日裏戸通り乗船を仰せ付けられた。 1868年11月1日、京都において、三人淵切り前八国高を仰せつけられ、格式御用人月を仰せつけられた。1869年1月1日、勘之助の名を、広行と改める。明治維新以降、高知県に出資した。1885年9月17日死去。去年48田垣氏の家門先祖は、1602年。 山内和豊のみよに、初代、板垣清右衛門が召し抱えられ、二代、板垣清右衛門、三代、板垣清右衛門、四代、板垣忠平、五代、板垣臼桁、六代、板垣貴助と相続し、七代、板垣総三郎、八代、板垣健介と続いた。九代目を相続したのが、土佐金納党として活動した、板垣高之である。 三代目、板垣清右衛門は、幼名、ただ助と人いい、谷新山の皇帝で、土佐藩の漢学者で、板垣氏自家雑記という、土佐の半世紀を知ることのできる貴重な日記を残している。幕末の当主、板垣高之は、土佐金労党に属し、高之の46歳の時に生まれた、長男、板垣46郎は、1883年生まれで、教育者として、 台湾第二中学校の校長を務め台北市で隠しした。ありがとうございます。